東京虎の子特捜部今日は違法ドローンについてですねえー、っとですねまあいろんな不審ドローンの対策がありますけども一番簡単なのはわしで捕獲するドローンをですね本当に捕獲できんのかよとそれか飛ぶ音で位置を把握する暗闇の中でもカメラで探知するまあ一番 オーソドックスなハッキングしてですね、制御する。これはですね、えー、GPS の精度向上を狙う運用をしまして、GPS の誤差を数メートルから数センチに縮め、これに伴いドローンの飛行も格段に高まってしまったので、それに対してですね、えー、わずかな光でも捕獲する。ないしは、 無人航空機対策特殊部 IDT を発足させてですね、網を打ち上げて仕留める、ネット発射装置や電波を使って操業不能にする、ジャミング、電波妨害装置などの対策が取られております。それでは、先に失礼します。